話くらい聞いてくれたっていいじゃんねえ。君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです、いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。こりゃ障害っつうんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く、その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘い下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。なんです。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。な、何？どうなんや。何よ、急に。その原骨がそう言うとる。でも男が一旦原骨こしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。あんたの。ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。でどないやねん、惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。
医者としてではなく一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。え、はい。